はい、プラグインの画面が透き通って、後ろのメロダインが見えてますよね。はい、皆さん、こんにちは。村長です。今日は DAW。まあ、僕の場合はスタジオワンですけれども、それを利用するときに、 とっても便利な提案をしたいと思います。僕の場合は今 Windows を使っていますので Mac ではどのようにできるかはわかりませんがこの Web の情報で見ると a f l o ト t というソフトで同じようなことができるかもわかりません。もし興味の出た方はこれでも試してみてください。これからやるのは Windows の各画面を透明化できるソフトウェアなんですけれどもこれをプラグインでやるととっても便利だということが分かったので皆さんにご報告をしたいと思います画面にありますようにプラグインをこのようにたくさん立ち上げるとスタジオワンの画面が後ろに隠れて見えなくなることがよくありますよね。もも、ちろん僕も、僕 モニターはマルチモニターで3つのモニターを使っていますのでそれらをこのように他のところに持っていくということもできるわけですけれどもこのようにすると何が不具合かというとどうしても首の移動があっち見たりこっち見たりというのでとっても大変な状況になって一回の作業ではわからないですけれどもそれが僕のように 毎日となると知らず知らずのうちに型が来るとかそういうようなことにも繋がるんではないかな。まあもうおじさんですからそういうこともいろいろ考えるわけです。そして本来はこういう使い方でやろうと思わず他の用途で考えていたウィンドウが透明になったらいいのになということから実験的にやると なんとなんと、スタジオワンのプラグインもちゃんと透明になるということが分かったというお話です。実際、このように楽曲がありまして、この今65ぐらいの小説から再生をします。 この辺まで行くともうここのところの波形とかが見えなくなるわけです。そういう時はこのように落としたりとかしながら、まあ、確認をするわけですけれども落としたら落としたでフェーダーが操作できないというようなことになってくるわけです。こんな時にこの透明が便利です。僕がやってみた実験の結果できたらこのようにフェーダーとか動かすところには なるべく載せないで、プレイバックするときには、あまり影響のないところにプラグインをこういうふうに置いておきます。そして、本題の透明化ですけれども、無料のアプリをインストールしまして、設定をします。設定の仕方などは、後から説明をしますので、まずはやり方を見てください。僕の場合は、コントロールと Windows キーと、そして Alt キー、 いわゆるキーボードの左の下に3つ並んでいるキーを同時に押します。そしてプラグインの上でマウスのホイールをグリグリします。そうするとこのようにプラグインが透明になって後ろが透けて見えるわけです。もちろんこうなってもプラグインはちゃんと操作ができます。このように操作ができますし、イコライザーも このように変えれるわけです。聞きながら操作をして、そして後ろにある、まあ、MIDI の場合はちょっと見にくいかもわかりませんけれども、まあ、MIDI の場合、このように下にあったとしても、プラグインがこのように乗ってても、大体の雰囲気はわかるわけですし、オーディオ波形ならさらにもっとよくわかります。はい。このように、ボーカルにメロダインをかけてあるわけですけれども、 メロダインの動きがよくわかります。これでちょっと再生してみましょう。いうん、うはい、このようにできるわけです。 もちろんこの VU メーターの方もクリックをしないででもマウスをこのようにプラグインの上にマウスオーバーさせます。そして先ほどと同じように3つのキーを押しながらグリ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 すると真ん中あたりにパーセントが表示されます。こうして透明化するとまたメロダインのブロブがちゃんと表示されるようになるわけです。 もちろんこういうプラグインの使い方もありますし、例えば作業するときに Windows であればメモ帳などにメモを作っておきます。ちょっとメモを見てみます。このように今日の作業というようなものがあるとします。わざわざ真ん中に置く必要もないですけれども、このように端の方に置いたとしますが、そうするとインスペクターが見えなくなったりします。 そんな時もこのように透明化をすれば後ろの様子が見えますしもちろんここでやっていたことにプラスのチェックが出てきた時はこのようにしてマスタリングに留意このように出してそして 濃く見たい時はすぐにこのように濃くして、また薄くしたいときにはこのようにすれば邪魔になりません。そしてチェック項目を見ながら作業ができるというわけです。また、その他にも歌詞との称号をするようなときに歌詞を出しておくのも一つでしょう。このように歌詞のテキストを出しておきます。 こういうときも透明にします。メモ帳の拡大縮小はコントロールキーを押しながらマウスグリグリでこのようにできるわけです。そして透明は先ほどのように3つのキーをまた押して、そしてグリグリするとこのように透明になってきます。これであれば邪魔にならず、はっきり見たいときはこのようにしながらできるわけです。 じゃあ、それではこれの説明をしましょう。このソフトは TransPWinds 短縮系のネーミングがされていますが、このサイトに行ってダウンロードをし、そしてそのダウンロードしたファイルは消したりしないようなところに、僕の場合は外付けのハードディスクのこのところに保存しました。 これはインストールタイプのソフトではなくてこのように DLL がありまして1個の実行ファイルがあるだけですただしこれは一度登録するとあまり動かさない方がいいですそしてこれを実行しましたら右下の Windows の常駐エリアのところにこのように登録されますそしてここからオプションというのを 選択します。すると、このようにいろんな設定ができるようになっています。一番上は、この透明化をどうやってするかということです。これには、僕の場合、オルト・コントロールなどはよくショートカットで使いますので、そこに一番右のウィンキーですね。これも登録して、3つの 並んだキーが設定できるようにしています。これとマウスのホイールをすることで透明にできるということです。そしてその下がトップモストということで、いわゆるウィンドウを最前面にするかということです。先ほどの例でもありましたように、今、歌詞のメモとかが消えてしまいました。 もう一度出します。この歌詞は Studio をクリックするとこのように後ろに行ってしまいます。そういう場合にこのソフトは最前面に止めることもできるようになっているわけです。この場合はその3つのキーと左クリックでこのようにするとトップモスオンという風に出ましてこのように最前面になったわけです。ですからスタジオワンの画面を 操作しようとしても、これは後ろに行きません。このような設定をするために、トップモストというのはあって、これも覚えやすいように、Alt、コントロール・ウィン、この3つにしています。あと、ムーブやサイズというのもあります。この2つの機能というのは、あまり役に立ちませんので、ここは無視しています。そして、 一番最後は、ウィンドウのタイトルを消したりすることです。いわゆるトグルキャプションという風になっていますが、こちらのは右クリックに割り当てています。これはどういう時に便利かと言いましたら、これで OK をすると、こういうウィンドウがある場合、3つのボタンを押して右クリックをします。そしたら、上のタイトルが消えました。 もう一度します。このようになるんですが、これも大きな意味をなしませんよね。ですから、この設定は一番上の透明化というところと再連面にするというような、この上二つの項目をちゃんと設定すれば、他の三つは無視していいことになります。そして、ちょっと便利な機能に、 ここの透明化のタグを押すと最大どこまで透明にするかということが設定できます。例えばこれを100%してしまうとこのようにもう動かなくなってしまいます。この度合いをこのように変えておくとちょうどいいところまでマックスで透明になってくれるということです。 はい。これ以上透明になりません。ここらのさじ加減を自分がいいように、ここの度合いで変えてください。そして今マウスのグリグリをしてもなかなか透明の方に行かないです。これは今1%ずつ透明度を変えるということなんで、僕の場合はこれは 3%もしくは 4%5% ぐらいにしておきます。そうすると早くですね、透明にしたり明るくしたりすることができます。はい。このような感じですね。ステップが今4ステップずつこのように動いているわけです。あと、もう一つ設定をしおいたらい項目を言います。 それはこのシステムというタグです。ここで一番上のところに run on windows startup ということで、いわゆるスタートアップ、次の電源を入れた時に自動的に立ち上がるということです。ですから最初に言いましたように、一度このプログラムをハードディスクに保管したらあまり動かさないようにしてくださいというのはそういう意味です。 インストール型のプログラムではありませんので、場所を移動するとうまく動かなくなる場合がありますので、お気をつけください。その下の項目とかはアップデートのことですので、まあ、特段設定をする必要はありません。このようにしておけば、何せグリ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 で透明にでき、そしてこのようなプラグイン以外の データはスタジオワンの画面をクリックしても後ろには行かないという、そういう風にできます。もちろん解除するのはもう一度 Ctrl Windows Alt を押しながら左クリックをするとこのようにオフになりまして、後ろに行くようになります。ソフトウェアのダウンロード先などは概要欄に書いておくことにしますので、 ぜひとも Windows をお使いの方は一度やってみてください。Mac の方は先ほどのアフロートというのでできるかどうかも実験してみてください。僕はなるべく時短ができるように DTM 時短ということをテーマに Facebook でグループなども作ったりしているほどです。ですから何せ効率よくいろんなことをやりたいですので 最近ではストリームデッキという左手デバイスやツアーボックスというような左手デバイスを導入してとっても素早いスタジオワンの編集ができるようにしています。またその辺のところの使い方は別の動画でお知らせをしたいと思いますが同じ人間の僕が同じようにスタジオワンを扱ってもまあ大げさに言うのではないですけれども 5倍から10倍の速度でできるようになっています。皆さんも左手デバイスや今日ご案内したようなとっても便利な透明化機能、いろんな便利な機能は使わんや損損というような感じです。皆さんもより便利なものをうまく導入して DTM ライフをより楽しいものにしていってください。 今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。